い、こんにちは。今ね、朝なんですけどね、朝に動画撮ってますけど、また朝からちょっと今日の検索ワードもまたなかなかきついんですけど、頑張ります。というわけで今回の検索ワードは、タイ口の中というね、検索ワードです。何かというと、リアル寄生虫、食卓に潜んでいる恐怖の寄生虫ということでね、まあ、また虫系ですよ。伝説のコミック寄生虫が実写映画化、リアルな寄生虫、恐怖の寄生虫現る、それはと書いてますね。この辺ベタな演出はいらないんですけど、魚の下に寄生し、下になりすます寄生虫、魚の絵またはタイの絵というね、寄生虫でして、まあ、ここにもちょっと写真があるんですけれども、魚を料理するときに、魚の口の中にエビのような生き物を見たことありませんか？実はそれ寄生虫だったんです、ということで、まあね、ちょっと魚を料理する機会があまりないんで、ちょっとこういう状況に出くわすことないんですけど、なんか魚の口の中にエビのような生き物があることがあるらしいということでね、取ったぞーと口の中、魚の口を覗き込むと、魚の口からこんにちはと覗く目、口の中からまた口が、もはやホラー映画の世界だ、ね、ちょっとこうやって一見見ると可愛いキャラクターに見えるんですけどね。タイの絵とは、タイの口の中に潜んでいる寄生生物である、釣ったタイの口の中を覗き込むと目が合っちゃう生物として有名。目が合っちゃうね。パッと見はエビに見えないこともないが、よく見ると虫フォルム、結構虫ですねこれ。グソクムシみたいな感じだ。なんか、うわ、気持ち悪いね、これね。ちょっとやばいよ、これ。タイの絵を含む魚の絵科は、甲殻目と脚目に属している。船虫に似ている。体長は2センチから5センチ。結構でかいです。いや、でかいですね。気持ち悪いね、これね。等脚目に属する魚の寄生虫の科の一つで、漢字で書くと魚の餌という魚の絵。なるほど。ノエは餌から来てるのか。なるほど。アジ、タイ、サヨリなどの魚の口内やエラ、体表面にへばりつき、体液を吸う。宿主の魚の口内に入り込む方法、なんか今画像がもう見えてて嫌なんですけど、食料に見せかけて魚に食われたふりをし、口内に入り込み、口内の一部を餌死させ、そこに住みつき、体液を吸う。結構えぐいです、こいつ。こんにちはって、うわ、気持ち悪い、うわ、気持ち悪い、これ。きついです。結構ね、結構魚の口の中結構でかいですね、こいつ。気持ち悪いです。なんかもう嫌です。しかもこれ普段はあまり目にする機会はないこの虫が、かつては食事の際に見られることもあったほどポピュラーな虫だった。マジか。食卓に並んだら食欲撃退必至だ。こんな半分地球外生命体なんてな、ね、見てこれ。タイとここ。ね。タイの絵がいますよ。魚の絵がいますよ。こいつまで食わなくていいだろう、無理やり。深海にはもっとでかいのがいる。深海性アナゴに寄生するホラーアナゴの絵。子供の握り拳大はある。深海生物の中で群を抜く恐怖である。めちゃくちゃでかいですね、これ。あ、やっぱクリックしちゃった。気持ち悪い。あ、これきついな。でかすぎ。どんだけ成長してんだよ。パラサイトの仕方が怖すぎる、つってね。タイの口の中で14本の足で張り付いて生きる。この寄生虫に寄生された魚は、口の中や体のへばりつき、そこから体液を吸う。また体の組織を傷つけ、再生した細胞を餌としている。これが引き金になり、寄生された魚は栄養失調や発達障害を起こすとされている。そして一度寄生されてしまうと、魚にできることは自身の栄養分を提供することだけである。もうね、寄生、まあ、なんか寄生系ってね、結構いるんですよね、いろいろ。カタツムリに寄生するね、あの、目玉みたいな虫だったりとか、あとはあの、有名なのがあの、カマキリのね、腸の中に潜むあの、ハリガネムシとかね。こういるんですけどね、やっぱね、どれもね、その宿主のね、エネルギーをね、吸って生きるってことでね。宿主の魚が死ぬと離れるため、釣った魚を入れておいたクーラーボックスの水の中で泳いでるのを見つけることもあります。なるほど。気持ち悪い。ちょっと魚釣りとかあんましないんで、こういうのに出会う機会ないですけどね。ちょっと、ダメですね、この手は。タイの野生転換を行う生物で、最初はオスメスは決まってなくて、先に口に入った方がメスになる。すごいな、これ。ということは、2匹目はオスでいいとして、3匹目以降に入ったやつはどうなるんだろうか。確かに、メス入ってオス入ったら次どっちに行くんでしょうっていうね。初期の、虫は精巣と卵巣の両方を備えているが、同一口腔内に寄生する2個体のうち片方は精巣を失いメスとなる、もう一方はオスとなり、生涯を通じて精巣と卵巣を保持するものの卵巣は成熟しない。なかなかこいつは本当に宇宙の生き物なんじゃないかっていうぐらい、なかなかにね、
生き方がすごいですけど、まあね、こんなのがいるよということで、検索しちゃいけないワードに、ね、なりますよ。もちろんこれは気持ち悪いです。というわけでね、釣りとかする方とかね、魚ね、料理する方はちょっとお気をつけください。これエビじゃないんでね、虫なんでね。というわけで今回は、鯛、口の中というワードでした。この手のね、虫系はちょっと苦手なんですけどね、また、怖いもの見たさでいろいろ見ていこうと思います。ありがとうございました。